ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、うん、リクエストというか、はい、まあ、リクエストと、まあ、受け取りましたみたいな、うんうんうん、ものなんですけども、白梅さん、うんうん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。白梅さんからですね、うん、タイプ9詳細分析の動画に対して、うんうん、まあ、私の同僚にもタイプ9かなと思う方がいらっしゃって、うんうんうん、まあ、いつもどっしりとしていながらも柔らかく構えているような感じの方ですと。しかし会議の時は、うん、もっと積極的に自分の意見を言ってほしいと思うことがあると、うんうん、白梅さんがそのタイプ9の同僚に対して、うんうんうん、もっと積極的に自分のことを言ってほしいって思うことが多々ある、うんうん、でどんな環境であれば、うん、タイプ9の方は主体的活動的になるのでしょうか、うんうん、っていうコメントを受け取りつつですね、うん、マキスタイルさん、うん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。マキスタイルさんはマキスタイルさんで、うんうん、タイプの誤診はリソさんに聞けっていう、うんうん、あ、また別の動画 で、ね、別の動画で、うんうんうん、まあ、このマキスタイルさんはご自身がタイプ9だと、うんで、まあ、たまたまその動画を見たその日に、うんうん、そのリソさんのやつを見た日の思い出としてですね、なんかみんなの平和を考えると、うん、どうやってこれを発言したらいいのだろうって悩ましい案件があった、うんうんうん、で、まあ、それぞれの状況を考えると、うんうん、結局何も言えない、うんうん、みんなのことが分かりすぎて分かりますね、何も言えない、うん、っていうコメントをいただいた、うんうん、要ははっきり言ってほしい、うん、っていう声がありつつも、うん、いやみんなのことを考えると何も言えないって、まあ、例えば意見がこっちとこっちどっちがいいかみたいな話じゃないですか。いや今タイプ9の話ですね。タイプ9の話、はい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 、でなった時に、はい、僕はこっちがいいと思いますって明らかに思ってれば、はい、こっちがいいって言うと思うんですよ、はいはいはい、で悩ましいのはでもこっちっていうとこっちがみたいな。それはなんかタイプ6としても、うんうん、まあ、空気ってありますよねって。でこっちって選ぶと、まあ、こっちの人がとか、はいはい、なんかこう選びづらい状況ってあるじゃないですか。ありますね、はい、うん、なんか揉めるんじゃないかみたいなっていうのを、うん、この白梅さんとか、うん、まあ、他のタイプなんですかね、うんうん、はっきり言ってほしいと、その状況を見てはっきり、はい、言ってほしい、何か意見を言ってほしい、うん、っていう声をいただいてですね、うん、カレンウェブさん、鈴木秀子さん役の9つの性格タイプが分かるっていう本なんですけども、うんうん、こちらでその、まあ、タイプ9に向けて、うんうん、まあ、そのエニアグラムってその、まあ、何でしょう、人を動かすものじゃないですもんね、うんうんうん、まあ、自分を変えるものというか、はい、自分が成長するためのものので、うん、まあ、人を動かすものじゃないんですけども、うん、まあ、こんなサポートをしたら、うん、みたいな項目ですとか、うんうん、タイプ9がコミュニケーション能力を高めるには、うん、っていう項目がありますので、うん、ちょっとそんな紹介をしたいなと思ってます、はい、じゃあまずタイプ9が、うん、コミュニケーション能力を高めるため、うん、要はご自身がタイプ9だよ、うん、じゃあどうやってコミュニケーション能力を高めましょうっていうアドバイスにとして載っているのが、あなたがタイプ9であれば自分の気持ちや望んでいることがわからない場合、他の人たちはあなたの沈黙を拒絶と受け取るかもしれないので、自分の心の中で起きていることを言葉にする。まあ、わかりませんとかちょっといろいろ悩んでます迷ってますみたいな。そうなんですよね。なんでマキスタイルさんもそのまあ、みんなの平和を考えると、うん、ちょっと悩ましいです。そう、どう発言していいのかが悩ましい。みんなのことが分かりすぎるって言ってくださいと、うんうん、他の人から見ると、そうそうそう、うん、何拒絶してんのとか、そう、もう黙ってないで何か言えよ、何か言えよって、うん、特に私のようなタイプ6、うん、とかは、うん、まあ、なんかタイプ6も空気読んで何も言ってないかもしれないんですけど、うんうん、心の中でイライラしてるかもしれない、うんうん、お前言えよって、うんうん、ですとか、うん、1、消極的な抵抗として黙り込んでしまわないように心がける、うん、その場合はあなたが実際にはどういう見解に立っているのかを話すこと、うん、やっぱり言ってくださいですね。だからあれですよね、今のパターンで言うと2つあって、はい、何を言っていいかは分からない、特に自分の思っていることはなくて黙ってるパターンと、はい、
何かの抵抗のためにあえて黙ってるパターンがあるってことですよね。ああ、なるほど、うん、あと抵抗だとしたらじゃあその抵抗してる理由を言ってくださいっていう、うん、言ってください、まあ、タイプ9の人へのアドバイスだったら、あ、そういうことですね。ただこれ他人が言っても受け入れないですからね、抵抗してる状態なんで。なんで今はタイプ9の人がそうやって受け取ってくださいっていう受け取ってくださいっていう動画でございます。それは良くないですよって話。はいはい、そうですそうですそうです。あ、他の人が言っちゃダメですよ。他の人が抵抗かって余計抵抗しますからね、はい、ますますあの一番怒りを持っていると言われるタイプ9、うん、さすがにその時は爆発するかもしれないです、ね、爆発するかもしれないですね、はい、させないように。あ、そうそう、周りの人からと、まあ、自分本人ではまた違いますからね、はい、で、怒りを感じたらそれを口にしてください、うんうんうん、あなたは怒っていてもそう見えないことが多く、肯定的な立場を取っているようにさえ見えてしまいますよと。なんで嫌だったら嫌だって言ってください。なんかもうそれってやっていいんですねって思われてるかもしれない、うん、多分思われてると思うんですよそのそうですね、それはそう。なのでこう人間関係を崩したくないっていう思いが強いんですよね、はいはいはい、なのでこう葛藤になりそうなことは自分が我慢してやりますって笑顔で言ってしまうみたいな大丈夫ですって笑顔で言うみたいな。で、まあ、実際にできればいいんですけども、うん、結局なんかやらないっていう、やらないとかできなかったり行動を、うん、まあまあそうですよね、うん、であとは、怒っているのかと聞かれたら、うんうん、否定する前に自分の気持ちを振り返ってみる、うん、1話を聞いてもらえないと感じたら、うん、くどくど喋るよりも要点をはっきり述べる、うん、1できるだけ要点から外れないように話す、うん、1質問をされたら相手の知りたいことを正確に見極めて、うん、的確な返答ができるようにする、うん、これちょっと今タイプ6の私もってそこでも難しいですよね、まあ、的確なって言われるとちょっと緊張しますね。どれがそう的確なんだって多分いつも思ってるじゃないですか、はい、あ、これこの答えでいいのかなみたいな、そこに自信がなくて発言できなかったりすることも多い。これはそのタイプ3、6、9の難しいとこですかね、うん、で3の人は口が前で、まあ、的確に言うんでしょうね。確かにそう、なんか外れてもこっちに持ってくる感じじゃないですか、3の人は。羨ましいな羨ましいな、うん、そうですね、うん、タイプ6、タイプ9の悩みですね、この的確に言えって言われてうっってなるで、まあ、今はタイプ9の、はいはい、ご自身がタイプ9の方っていうへのアドバイス的な、うん、では、相手がタイプ9であればっていうパターンで、相手がタイプ9のパターンの場合は、うんうん、きちんと話を聞いてあげて、うん、タイプ9にとって大切な点は抑えているのだということを分からせる、うんうんうん、1タイプ9は阻害されているとか、うん、無視されていると感じることが多いので、うん、きちんと、うん、相手を認めてあげる、1、タイプ9は窓の中に溶け込んでいるときには確かに存在感がある、しかし実際にはあなたの意見に合わせているだけかもしれないので相手がどう思っているかを確かめてみる、1、タイプ9はすいません注意が散漫になりやすいこともあるのでこちらから質問をして集中させる、やっぱなんかどっかで空想していっちゃうんですかね。そうそうそう、ふわーって、あ、なんかあの自分に関係ない会議とかあるじゃないですか関係ない会議なんてないあんまり関係ない、あ、なんかあの、まあ、最近はないですけど、はい、そう、昔働いてた時って結構大きな会社だったんで、大きい会社だったりそうですね、こうなんか部署がこういくつか集まってそれぞれの部署がこう発表したりすると、はい、なんか自分の部署じゃないときは関係ないなって思ったりすると聞いてなかったね、ふわーってふわーっと有利しちゃうんですね。なんで、はい、質問する、集中してこっち向いてってやってあげる、緊張感がで1、タイプ9の考えや気持ちを知りたいときは、うん、答えを無理に引き出そうとするのではなく、うんうん、ある程度答えの選択肢を挙げて、うん、その中でタイプ9が考えたり決定を下したりできるようにする、うん、だからこう何か発言してちゃダメなんですよね、はい、そうですね、うん、なんで例えば、うん、こう言うとあなたにはしっくりくるかしら、うん、あなたはこんな風に感じてるんじゃないの、うん、よくわからないけどどうなのかなと思って、まあ、ちょっと優しい感じで、うん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 、質問すると多分もう黙り込むと思うんですよね。黙り込む
質問すると多分まとまってなかったりすると、発言できないわけじゃないですか。こういろんなことがこうわーって入ってきて、はい、どれがいいんだろうっていう状態、ちょっと落とし込むのに時間、腹に落とし込むのにそうそう、でそこでこう焦って発言してみたいな感じだと、こううっってこう、なんだろうみたいな、そうですね、そう余計にこう困るから、選択肢 A のプランと B のプランどっちがいいとかだったら、あ A かなと思いますとか、あとまあ、うん、この相手にっていうのはもうご自、うん、その相手に、相手に働きかけようとする人はエニアグラムっていうのを理解しているので、うん、あタイプ9ガッツセンターなんだよね、うんうんうん、腹に落とし込んでる時間なんだろうなっていう理解をしておくと、だからまあ聞いてあげるみたいな感じなんですかね、発言させるっていうよりは。そうです、的確に答えてっていうんじゃなくて、ちょっとまあ分からないんだったら、分からん、どこが分からないのか、そうですね、どういうところで迷ってるのかを教えてとか、はい、で1、会議の席でタイプ9は相手の意見に賛成することがある、うん、ただタイプ9が本当はどんな意見を持っていたのか、うん、会議の後に教えてくれるようにあらかじめ頼んでおく、うんうん、という、そう空気壊さないためにみんなが賛成って言ったら僕も賛成あ、ていうと、まあ、タイプ6もあ社長が言ってるから OK 賛成って多い方だから賛成みたいなのはやりがちですよね、うん、確かに、うん、であと、タイプ9の友人にはこんなサポートが効果的っていうことも書いてあるので、ちょっとその紹介もしたいと思います、タイプ9の友人にはこんなサポートが効果的、タイプ9が意識を自分に向ける手助けをしましょうと、ただ優しい態度で接すること、さもないとタイプ9は心を閉ざします。まあ、基本やっぱ有利タイプの方は、あの威圧的なことをやるとなんかより離れてしまうような印象はあります。まあ、なんかその抵抗する部分がそれぞれ違うんですけど。まあまあそうですね。はい、で9の人はこう平和がいいわけじゃないですか。いや今の現状の。現状のというかこう明るい空気に、明るい空気感。はい、なんかこうみんながこう和気あいあいとしてるような空気感が好きだったりするので、なるほど、なるほど、ギスギスしたところが嫌いみたいなところで、ギスギスしだすと有利しだすみたいな、あなるほど、ところがあるので。そういう空気感を出さないように接しないと有利の人はこう心を閉ざしていく可能性があるって、はい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 、あとは、怒りを体で感じて、外に出せるような環境を作ってあげなさい。やっぱりこのタイプ9が持ってる怒りとか、なんか引っかかる部分をいかにどうやって、あの吐き出させてあげるかっていうことですかね。あとは、タイプ9の人が自分を前向きに証言することと、怒りの感情を見つけることを手助けしてあげましょう、あとは、何をしたいのか、何が必要なのか、何が重要なのかを尋ねてみる、で、まあ、その時も、まあ、先ほど申し上げたように、このようなことを思ってるとか、そう具体的にちょっと何か何個か選択肢を、まあ、それが面倒くさいっていうかもしれないですけどねあタイプ系の人が、あ違う違う、他のタイプの人が、あなるほど、でまあ結局人を動かすって多分そういうところだと思うんですよね。どのタイプでも、はいはいはい、こう結局そのとらわれにとらわれてしまってる、とらわれにとらわれてしまってる、はい、またその頭痛が痛いみたいな頭痛が痛い、はいはい、っていう状況なので、こうこうしろよって言ってもなかなか動かないところ、まあ、相手に、ね、どんだけ寄り添って、こうしろよって言われると、うん、今見ました、とっさに反応が出ましたけども、うん、まあこういうことですよね。そう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 、なのでこうどのタイプでもこう寄り添っていくことが重要です。まあそうですね、はい、特にまあ相手に働きかけるっていうことは、あのそうそうそう、エニアグラムを分かってのことなので、そうタイプ9はどんな人なのかっていうことを知って、はいはい、そのタイプ9の人だからこういうことを大切にしてるんだろうなっていうところを理解して寄り添っていくみたいな、はいはい、で結構大変だと思うんですよね、まあ、周りの人がそれを、それはどのタイプもに対してもそうだよってことですよね。はい、だから真剣に相手のことを見るみたいなところじゃないですか、はいはい、どのタイプだったとしても、あでもまあ、でそうするときに、まあ、相手のタイプを知っていると、より効果的に、より効果的に、そう要はそのタイプ9の人に対して、なんかそのタイプ3に答えを求めるように働きかけると、あまあ健全でつながってるからいいのかな、タイプ9のが健全な時は統合の方向でつながってるから、いやあのまあ、タイプ9が健全な時ならいいかもしれない、ね、はいはいはい、ただ囚われてる時に、囚われてる時にそっち出られると、やっぱきついものはありますよね。
ありますよね、はい、で6でもそうじゃないそうだと思いますよ気楽になりなよって言われるその3の悪い部分が出てる時に気楽にって言われると多分カチンとくると思います、うん、そんなところだと思います、はいはい、だからその状態も判断とか必要なのかもしれない、はい、っていうところで、はいうん、ちょっとなんか最近あのタイプ Q のフレンドリーな方々が増えてきたので嬉しく思っております、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。